ただぶっ飛ばすっていう動画になります。誰かがクラブヘッドを持って引っ張ってまとめると大きく力まない。最後は、はい、こんにちは、マネージです。ミスメプロです。お願いします。お願いします。いや、今回のテーマは飛ばしですね。はい、もうただぶっ飛ばすっていう、はい、そこだけに着目した動画になりますんで、お願いします。よろしくお願いします。あの、曲げてもいいんで飛ばしましょう、はい、飛ばしましょうっていう、はい、ひたすら飛ばしましょう、はいはいはい、その後で何歩でも真っすぐは打てるようになりますんで、うん、そうですね、はい、今回はでも飛ばしがテーマで、飛ばしがテーマ、はい、お願いします。よろしくお願いします、はいはい、いいですかね。アイアンですか。じゃあまずアイアンから、はい、やっぱゴルフのスイング、はい、ドライバーでもちろん飛ばしたいんですけど、はい、アイアンも飛ばせないとドライバーも振れない。やっぱり基本はアイアンからスイング作っていくっていうのが大事だと思うので、はいはい、まずアイアンから。あ、なるほど。アイアン作って飛ばせるならないとドライバーも飛ばないっていう感覚。なかなかドライバーから入ると難しいです。アイアンの方がクラブが操作しやすいし、はいはい、当たりやすいんで。でミスミプロにちょっと質問があるんですけど、はい、ドライバー飛ばせるようになって気づいてアイアン握って打ってたらアイアンも飛ぶようになってたじゃないんですか。ではないですね。やっぱり相関関係はあるんで、はい、ドライバーだけ飛んでアイアンだけ飛ばないっていうのはそもそもちょっとスイング自体がドライバーが無理して飛ばしてるっていう感じはありますね、はいはい、まずそこですね。ちょっとアイアンからなんですね。で、おそらくアイアン飛ぶけどドライバー飛ばないっていう方もいらっしゃると思うんですよね、はい、あ、確かに。そこはちょっとドライバーになるとスイングが変わっちゃってるっていう方もいるんで、まだアイアンが飛ぶけどドライバー飛ばない人は結構その近づ一歩そうです、ね、近づいてるってことなんですか。アイアンしっかり飛ばせるっていう時点でやっぱりドライバーももっと飛ばせる可能性があるっていうことなんで、ぜひちょっとじゃあ紹介お願いします。お願いします。お願いします。じゃあもう距離ということで、はい、基本的にはスイングは大きくですね。スイング大きく、はい、まあ、これ曲がりにも影響してくるんですけど、はい、やっぱりちっちゃいタイヤの自転車で漕ぐよりも大きいタイヤの自転車で漕いだ方が安定感は出ると思うんですよね。 なのでスイング自体は絶対に大きく、まあ、僕はあんまり身長ないんで不利なんですけど、スイングを大きくといってもこれは大きくとはちょっと違います。ほう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 。大きくっていうのはスイングの弧、このなんていうんですかね、スイングアークってやつですか。そうですね、英語で言うとアーク。スイングアークです。例えば小さいスイングっていうのはキョイッと上げて、ああ、これは小さいですね。小さいですね。このここがこう小さい、それをしっかりと大きく、全然違う。でイメージで言うと誰かがクラブヘッドを持って引っ張っている、引っ張られている状態です。で、それに耐える、やっぱり引く力が大事なので、誰かが引っ張っているものをこっちが引き返しているっていうイメージで、ちょっとなんか自分になんか引っ張ってもらう。そうですね。構えて、はい、こういうことです。おお、大きい。で、常にクラブは人間を引っ張ってる状態を作りたい。ちょっと人間は逆に下ろすときはクラブを引っ張ってます。なんですけどクラブはここでスピードが出てるんで遠心力でクラブは外へ外へ行こうとするんで、それに耐えるように引っ張りながら引っ張りながら使うことで広くなってくる。そうですね、スイングアークも大きくなってきて、うんうんうん、一番大事な引く力で引く力打つことができるので、もうこれがちっちゃいと引く力もそうですね、なんかどうしても出ない、押してしまうんですよ。あ、小さい。あ、すごい分かりやすい。あ、確かに小さい、こういった方が大げさに。そうですね、これは意識はヘッドを、ヘッドをやっぱ遠くに飛ばすイメージですね。もう遠くに遠くに、僕はずっと手を大きくって思ってたんですけど、ヘッドなんですね。そうですね、ヘッド、同じことかもしれんけど、まあ、そうですね、ヘッドをずっと重み感じるみたいな。そうですね、あ、確かにすごい大きくなった。ここから引く。そうですね、うん、なるほど。ここでやっぱり飛ばしたいので力みが入ります。あ、まあ、僕もいつも気をつけてることなんですけど、はい、力んでいいことなんて一つもないので力みはやめましょう。どれだけ力んじゃダメなのか、はい、あの、はいはい、どれだけ抜いていいのかっていうのはですね、クラブを構えた時に、はい、極限まで脱力するとこうなる。
脱力するとってこと？もう超脱力。これは抜きすぎです。抜きすぎ。あのクラブが支えられてない。ああ、なるほど。クラブ支えられる、手首折れてます。これは抜きすぎです。なのでこのクラブの重さを支えられるだけの力さえあれば OK です。ああ、抜きすぎると垂れちゃう。ああ、なるほど。この力だけです。抜いた時がもうヘッドがトーンって地面につく感じ。そうです。抜いちゃうとこうなっちゃう。はいはい。これがちょっと浮くぐらいで、抜きすぎですね。これ抜きすぎです。もう手首がビーンって伸びちゃってるので、完全に構えた時のこの手首の角度がキープできるだけの力は必要です。ただそれ以上はいらない。ああ、わ、分かりやすい。やりすぎで、ちょっとこんぐらい。そうです。もうそれ耐えてる。あ、もう本当ふわっ。はい。で、スイング中の力感は、はい、クラブが飛んでいかないように持っている。ああ、引っ張られた時に飛んでいかない程度。はあ、なので、こっちのそのサイドからの力だったり、上からの力は極力ない方が、クラブのこの走る動きの邪魔をしなくなります。引っ張られるだけであれば、そんなにグってギャンって握る必要はない。僕はちょっと今から引っ張るんですけど、結構強さで引っ張ってますけど、手の力ってそんなに握ってないですね。握ってないですね。この力感だけでいいです。この左右の動きはしっかり動くので。なるほど。お、今多分ここの筋がギュッて握ったとこがこうやって出るんや。はい、そうです、腕がね、うん。でも多分今引っ張られる感じで、結構強く引っ張られたけど、今回そうですね、筋出てないの、うんうんうん。あ、すごい。なんで引っ張り抜かれない、クラブがずっと抜けていかないだけの力さえあれば OK です。その要領でクラブを大きく振り上げて、あとはさっきの要領で上から下に引っ張ります。手首が柔らかく使えているので、このクラブの重心バランスでクラブヘッドが返ってきて走っていくという感じです。もうとにかく入れてしまうと重心バランスでヘッドが返らなくなっちゃいますね。だから力みがダメっていうのはそういうことなんですよ。そうですね、入っちゃったらもうヘッド返ってこずに、絶対返ってこないです。パカーンって開いて、ヘッドスピードも結果遅くなっちゃう。あ、なるほど。なんで力んじゃダメなんやろって、うんうん、絶対力入れたら飛ぶやんって思っとったけど、力むなとは分かるけどね、うん、多分力がここは入れちゃいかんっていうだけ で、うん、どこでも入れ、ここら辺は入れてよくて、はい、ここは一番その自分の状態がいい時はスイング中にバックスイングをの指導が始まったら、ここから先はないです。自分の感覚の中にそれで触れてる時が一番クラブ走ってますし飛んでます。これ言ったらトラックマンとかもデータはやっぱそっちの方が出るんですね。要は走らせてなんとか。ちょっと実際こう打ってもらってもいいですか、はい、しっかり走らせて打ちます、はい、7番アイアンです。綺麗。すっげえ、うん、打ちます。何番ですか？今7番アイアン。これレンジボールやけん。トータル200です。計算。すっげえ。うわ。7番アイアンが。7番アイアンが。うわ、204いった。これで本気やったらもっといった。ね、まあ、まあ今日はあのラウンド、あの動画を皆さん多分見られたと思うんですけど、200ヤード8万円で打たれてました。え、ちょっとじゃあ悪い例いきましょう。あ、はい。目いっぱい力入れて、ああ力んで。ああ、なるほど。力んでスイングアークちっちゃくて押して打ちます。悪い例ですね。こんな感じ。いますよね。はい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 、はい、あの力をめちゃめちゃ入って。ああ、めっちゃ腕力。力んでる。確かに飛んどるけど力んでる感が、なんかもうね満載やん、うん、力んでる。やっぱ走らないんですね。そうなんです。クラブ全然、あの頑張ってる割に飛距離落ちる、走らない。うん、こうなってる人は多分アマチュアで多いですよね。めちゃくちゃ多いと思います。僕も多分ラウンド行った次の日ここがパンパンになってるんで、はい、ここにカッピングしてるんですけど、やっぱこうやってんのってなってるね。ちょっともう一回後ろから脳力みの、はい、脳力みで、脳力みで、脳力みで後ろから
柔らかくして、うわぁ7番アイアン乗り気味、198やっぱあ、全然違う、データ65.8ボールスピードが、いや全然違う、10ちょっと15ヤードとか変わる、変わるね。それがやっぱいわゆる力みをなくして打ちなさいって言われる、そうですね、ことなんですね。トレーニングはもちろん必要で、はい、その前腕の筋肉だったりは絶対に必要なんですけど、あ、はい、スイング中に意識的に使ったらダメなんですよね、うん、使われる状態に。なるほど。ちょっと難しいんですけど、トレーニング自体で筋肉量を増やすことは絶対大事なんですけど、はいはい、スイング中に使うと良くないです。ヘッドが全然走らないんです。そうです。固めちゃうんで。使われると割れる。で、勝手にこのクラブが離れていく遠心力に耐えてる状態。とりあえず引く力にはそんなにグッと入れることも必要ないし、そうですね、やっぱり遠心力で速く振ると遠心力でクラブが飛んじゃうので、はい、それに耐えられるだけの握力は絶対にあった方がいいので、これじゃあ腕腕力で飛ばしてるんじゃなく、うん、甲を大きくして引いて飛ばしたっていうことです。しなりで飛ばしてます。第一条件としては腕飛ばすっていうことに関して腕をグッて力入れちゃうとまずは飛びませんっていうのが第一、うん、なんでアイアンでやったかというと、はい、アイアンってヘッドが重いんです、はいはい、なのでクラブのヘッドの遠心力を感じやすいんですよ。でドライバーは軽くて、あ、確かにバランスがちょっと、まあ、振りにくいというか、うん、アイアンほど今のこの柔らかいスイングを出しにくいんですよね、うん、なのでまずはアイアンでしっかりこのアタックアングルマイナス5、これをまずマイナスを目指してもらいたい。マイナスを目指す、マイナスができてるってことは引けてるっていう、はあはあ、そうですね、引けてないと1個前の動画みたいにアタックアングルが下げれない、ね、うん、はい、で力も弱くなっちゃう。まずはこれが入ります。でこれからドライバーに還元していきます、はあ、はい、いよいよ、いよいよ世界チャンプのドライバーです。 T が高いんでトルネード T で打ちます。出た、トルネード T。 何の中に黒 T クローですね。 T クロー、これ紐つなげると、あ、 T クロー2個使い、そうですね、紐でつなげてるんで、あ、飛んでいかないんですよね。基本的にはドライバーも一緒です、はい、できるだけこう大きくするんですけど、やっぱりあくまでもゴルフスイングなので、はい、足の幅、はい、足の外側の、まあ、ラインがあるとして、そこから外側に出てしまうほど遠くにするとゴルフスイングとして良くないので、ここから出ない。今生まれてるのってこのハの字のところ、そうです、ここです。あ、こうこう、はい、ここをまっすぐ、あ、ここをまっすぐ、そうですね。で、はい、バックスイング時にこれに当たるようではちょっと行き過ぎですね、遠くにやりすぎです。この範囲内で、おー、上げて、結構ここ隙間あるもんなんですね。そうですね、なんで結構ここを股関節に乗せることが大事なんですよ。力が逃げないように。そうです。でもこれハムストリングが弱いと、あ、はい、垂れていっちゃうんです。ハムストリングっていうのはこの足のこの裏の筋肉ですね。太っ太っびっくりしたよ。あ、だからこう前回の動画で言われてた1分間スクワット、ね、ジャンプスクワット、ここなんですね、下半身ね。はあ、女子プロでもめっちゃ飛ばす人ってさ、ここ太いもんね、うん、しっかりしてるもんね。しっかりして、太いって言ったらあれか、しっかりしてるもんね、うん、しっかりこうでかー上げて、で常にあのスイング中に意識してもらいたいのがこのクラブヘッドの重さです。クラブヘッドの重さがスイング中になくなってしまうと力んでるっていう証拠なので、クラブヘッドのが重いな、重さ感じてるなっていうぐらいの力感は大事です。じゃないと下ろしてきた時にケースが開いちゃって右に当たっちゃう、右に飛んでっちゃう。じゃあちょっと、うわ、でかーってみます。ね、画面いっぱいいっぱい。画面いっぱいいっぱい。スイングの時からもうしっかりクラブヘッドを走らせるよ。おお。円が大きい。じゃあ打ちます。はい。
うわ、313キャリー、レンジボールよこれね、練習球320キロ、多分1割ぐらい飛ばないですけど、1割ってことは31足したら340、50。ちょっと後ろからツン取らせてもらおう、はい、うわーえぐい、夜空に消えてった多分3000いくつだと思います。おーすごい、ちょっと距離ロスしてますね。いやすっごい、これでも337ってことで、うん、すっげえ。後ろから見るとあんまり分かりづらいけど、うん、正面からこう見たら大きいもんね、円が大きいね。なんかどうしてもこうインパクトの時、うん、こう肘が曲がっとうけん、なんかちっちゃくなっとるんかなって見えるけど、ちょっと正面から、正面から見て分かる、うん、いきます。俺金の句までずっと練習しよるけど、どうしてもレンジボールってスピンが1000回転ぐらい多めに入っちゃうんですよ。あ、なんで、まあ、実際の本気だったら多分2400回転ぐらいで、ボール初速も今ちゃんと出たんで、信じられない方がいらっしゃると思うんで、ちょっと本気打つエクシオボール、はい、ちょっとコンペで当たったやつで多分僕使わないので、はい本気ですね、本気です、はい、行きます。いっくちょっと、まあ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 、おそうですね、スピン減ってやっぱり1割減なんだ、レンジボールですね。347、まあまあでこれなんですね。ちょ、もうマジで開いた口が塞がらん。トラックマンが正確なのもすごい分かる、うん、ですね。なんでやっぱり本球で測った方がいいんですよね、トラックマンは。いえ、エッジとかだったらあんまり変わらないんですけど、はい、ドライバーはやっぱり結構差が出るんで、レンジボールと本球で。これはでも横から見ててもなんか確かに力んでる感じの、さっきのアイアンでガッてやってる、そうですね、なんか感じとは違って、ふわーんふわーんってこう大きく、うん、まあ、ゆっくりでもないですけど、こうでかいっていうね、イメージを。柔らかくは見えるね。ユースケがだって正面から撮るときこんなにカメラ下がることないもんね、うん、でドラコン大会になると、はい、絶対に力むんですよ。あ、それこそ音楽は鳴ってるし、うん、あの叫びながら撮影したりとか、もう力むなっていう方が難しいので、そこでいかに柔らかく使えるかっていうのが、うん、これはでも競技ゴルファーとかもやっぱちっちゃくなっていくなりますよね、はい、と思うんです。より狭いとか、うん、まあ、スコア出さなきゃ、まあ、予選通らなきゃっていうので、うん、やってるとどんどんちっちゃく力んで、結局小さいスイングになるとクラブの遠心力も使えなくなっちゃうんで、うん、球も曲がってくるんですよね、まあ、日本タイトル7冠されてる、その力みとかって今までこう、あ、日本取れそうだなってなった時に、なんか力みで取れなかった時とかってあったんですか？取れない理由がありますね。7冠なんですけど、はい、まあ、4連覇なんですよね、はいはい、1個外してるんですよね、はい、その時は僕の範囲は力みだと思います。あ、これってどう意識して4連覇に実際行ったんですか？まあその力みのコントロールっていう分野だけで言ったら、やっぱり対戦をする競技なんですけど、はいはい、相手は絶対にコントロールできないので、はい、接触するスポーツじゃないので相手はどうであれ自分がどれだけいいパフォーマンスをするかっていうのが大事なので、はい、もうそこだけです。もう相手を見ないように、ああなるほど、意識しないようにする練習をしましたね。もう自分が今持てる最高の球を打つ、でそれで負けたらもうしょうがないっていう気持ちで、まあ多分ゴルフも一緒だと思うんですけど、そうですね、確かに焦って叩いた時ほどとか、相手がいいプレーしてた時ほどパー取らなきゃとか、そうですね、バーディー取らなきゃってなってくんで、それでも僕ができる精一杯のことをして負けたらしゃあないやっていう感じで、そうですね、
プレッシャーがイコールやっぱり力みにつながりそうなんで、うん、そうですね、なるほど。試合の時に最近、まあ、もっと考えるようになって、はい、まあ、相手は考えないっていうことはもちろんなんですけど、うん、なぜか分かんないけど飛んだ、なぜか分かんないけど飛ばないっていうのをなくすようにしました。その飛ばなかったら飛ばない原因を、あ、はい、まあ、自分の感覚だったりトラックマンのデータだったりを見てしっかり研究して、うん、まぐれをなくすようにする、うん、なるほど、まあ、練習というか、で試合でもそれを心がけてます。練習でやってきたスイングを絶対に崩さないようにする。よくオリンピックの、まあ、これ解説者が言われてるだけなんで選手が言ってるわけじゃないんですけど、はい、本番だとワールドレコードで出るとか、はい、ああいう感覚じゃないってことですか？あ、でもそれはあります。あ、それはあるんです。それは、まあ、本番の方が僕絶対スピード出るんで、あ、まあ、そこは僕の強みだと思うんですよ。ははは。それは多分 どうすることもできない、僕がそういうタイプっていうだけで、動き自体はもう絶対に練習でしてきた動きをきちんとする、でそれでしっかり芯に当てて自分の理想的な球を打つっていうのを、あ、もうその勝つとか負けるとかではなくて、それができてたらもう負けても OK、うんうんうん、それができてなくて勝ったらそれはただのマグロ、あ、もうそれはないようにするようにしてますね。すごい上級者っていうか、上級者、やっぱ勝つ、うん、4連覇をする7冠取る、なるほどって感じですね、うん、すごいすごいね、うん、勝ち負けはあくまでその結果なので、結果、うん、どうやってそうなったかっていうのを今大事にしてますね。まとめると、はい、こう大きくする、そうですね、が一つですね。力まない、力まない、力まない、はい、最後は引く、引く、引くのが一番大事ですね。そうですね、押しちゃダメですね。そうですね、引く引く、こっち引く。三角さんのラウンド中のちょっと動画見てもらったら分かるんですけど、うん、左手ここ豆が分厚いです。これは引いてるんです。右手にはなかったね。なんで押す動きがないんで右手にはダメできないんですよ。はい、うん、あの押す動きって結構右手で押しちゃうタイプの人が多くて、自分ですね。もう上からこうこういう動きです、うん。これじゃないんです。右手でなんか押してとか、ナモタン言いよって、右手で押してして、やっぱこう引くっていうのが、うん、力大事。早く振るためにはですね。ためにはですね。飛ばしに特化、飛ばしに特化型、はい、今日は忘れないでください。飛ばしなんです、はい、うわ、後ろからじゃ、はい、うわ、まあ、T が高すぎて風が強い試合とかだと、あ、ポロって乗せるのにめっちゃ苦労するんですよ。試合って時間制限ありますよね。あります、2分これめっちゃ焦りそう。乗せるのにだんだん手が震えてくるんですよ。振って振ってってやってたら、でアドレナリンも出てくる。乗らない。確かにこうやもんね、受け口が、ね、トルネードティー。若干スピン多いですね。ちょっとスピン多いですね。当ててない。いや、すごい、すげえ。クラブスピード 64.4、 ボールスピード 90.9。 はい、これはまあまあだ。まあまあです。うわー、いったー。あ、スピンも少なくていいですね。積極的11、それぐらいのスピン量がやっぱ適正ですね。これでもうちょっと打ち出しが高かったらもうちょっと飛ぶんですけどね。言葉が出ない。大きく引いて力まない、やってみてください。ぜひやってみてください。はい、では、はい、説明プラス実演していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。むちゃくちゃ貴重な時間でした。ありがとうございます。これはすごいレッスン動画になりました。うん、もう日本一ドラゴンの世界チャンピオンの方が言うので間違いありません。そうですね。はい、飛距離に関しては間違いないと思います。説得力しかない。はい、はい、説得力しかないです。もうこれ多分僕らアマチュアもそうなんですけど、多分ドラゴンプロの方
もうすごい多分勉強になる動画になったんで、はい、本当にありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。これであの皆さんの飛距離がアップしてもらえれば、はい、いやそれほど嬉しいことはないんで。いや僕このドライバーが本当に苦手で、はい、もうできる限り持ちたくないクラブなんですけど、はい、むっちゃ楽しくなりました。あ、いいですね。いや本当になんかドラコンってすごい技術がこう凝縮されて、うん、一見ただ振ってるように思ってる方も多分今回の動画で、そうですね、もう技術のこの 0. 何秒の中に、そうですね、本当にちょっとでもブレたら終わりですし、はい、高さだったりスピードだったり、はい、入射角を考えて飛ばしてるので、はい、なおかつプレッシャーの中、そうですね、いろんな条件下でやってるっていうので、ちょっと面白い競技だなっていうので感動しました。感動しましたね。ぜひあの興味をちょっとでも持ってもらえたら、うん、ドラコン大会は誰でも参加可能ですので、そうですね、はい、で観戦も無料ですので、ちょっとでも興味があったら見に来たり、はい、出てもらえたりすると嬉しいです。鳥肌立ちました。やばくない、ね、もう見たことないもん。すごい。ありがとうございます。ぜひ会場にも足を運んで見てくださる方いれば応援ぜひお願いします。お願いします。で、僕もちょっとゆうすけと一緒に見に行かせていただければと思いますので、その時はよろしくお願いします。お願いします。いや、貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。ミスミプロ、トルネードティ、はい、ミスミプロの、インスタアカウントとトルネードティが購入できるメルカリのショッピングリンクですね。はい、と、あとウェア、あとレッスンの予約、そうですね、はい、概要欄からぜひ皆さんチェックされてください、はい、ではこの動画がいいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました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 。次回トルネード T、 はい、カエルバンク社のトルネード T かけて対決お願いします。お願いします。リベンジお願いします。リベンジお願いします。ありがとうございました。広いコース狭いコースで、ありがとうございます。お願いします。来ました、来ました。ここは長崎県ペニンシュラオーナーズクラブに来ております。おはようございます。ヤルウェキさんです。ナイス。おー、ナイス。ナイス。ウェキさんから僕らトールオフ TV がスタートしたっていう、いや、そんな感じでもないんで